皆さんこんにちは、モレノです。本日はバースデーチュアメニをレビューしていきます。チーム2初日にとてつもない SBC が来ましたね。作成コストが現在180万コインになります。本当に高いですね。まあ、解いてて10個のスカットが必要で、特に90のチームとかはもう買わなきゃ作れないので、ある程度まあ出費がある上でのカードになってくるかなと思います。ただまあ能力的にはね、可能性は感じるカードですし、まあ、価値あるカードになるのかなと思っております。で、身長187センチ、ミディアムハイワークレートのスキル4、逆足5の選手になります。逆足5が大きいですね。ここはアップグレードです。で、本来 CDM センターミッドのポジションの他に今年やっているセンターバックの代替ポジションがついています。ここ結構大きいんじゃないかなと個人的には思ってます。もちろん中盤でどれだけできるかっていうのは一つこの選手にとって指標になってくるとは思うんですけど、割と大柄な選手で、かつ、まあ、プレイスタイルがブルーザーとインターセプトになりますので、まあ、それこそセンターバックで使いたいよねって思うことも多いとは思うので、そこででもね起用していければなと思います。で、今回ケミストリー悩みました。アンカーでかなり長いになります。で、シャドウであったり、まあ、エンジンという選択肢もあるんですね。で、ここは、長いに分類されますので、ちょっとまあいろいろ試してみてやっていければなと思ってます。ただまあアンカーつけることによって守備フィジカルっていうのは90代後半までいきますし、まあペースに関してもね、元の値がかなり高いので遅いと感じることはないでしょう。で、プレイスタイルかなりいいです。インターセプトプラスブルーザープラス、今年、まあ、強いと思うプレイスタイルに加えて予測ジョッキー、あとは地味に容赦なしであったりエアリアル、そしてロブタツですね。ここセンターバックで使うにはロブタツって本当もう必須ぐらい強いプレイスタイルになるので、これは大きいですね。で、今回どこで使っていくか、 CDM、4321のセンターバックとこの底アンカーのポジション両方で試していければなと思います。ではチュアメニ見ていきます。この選手がチュアメニです。アンカーつけた時のドリブルの印象は若干重いなと思いましたね。正直まあゲームプレイもあるんですけど、もう少し気持ち軽かったらよかったなって思う程度には重かったですね。ドリブル全くできないわけではないんですけど、まあ、やっぱり狭いスペースとかでドリブルするっていうには少し不安な重さでした。で、まあ最初中盤で使ってまして、このカード中盤で使うと好みはすごい分かれると思います。で、結論から言うと、僕は中盤でこのチュアメニを使うのは好きではなかったですね。で、なぜかというと、やっぱり今すごく何でしょう、プレスが強いゲームの環境にいて、で、そうした中、チュアメニみたいな割と大柄なタイプの選手ってドリブルで1枚剥がすことができないので、まあここら辺でボールを持った時に割とワンタッチでさばくみたいなことしかできないので、そこがねあんまり僕はピンとこなかったですね。なので中盤起用は人によると思います。ただやっぱり彼自身のこのインターセプトの存在感であったり、まあフィジカル的な強さっていうのは本当に群を抜いてるなと思ったので、まあそこを好む方であればこのチュアメニを中盤起用、特にまあアンカーというポジションに関してはすごくしっかりと任せられる選手なのかなと思いました。で、まあこういうシーンですね、守備っていうところは本当に素晴らしいなと思いました。センターバックが中盤にいるようなイメージなので、まあ、フィジカル的な強さもありますし、まあ、相手を威圧できるような強さを確実に兼ね備えてるなと思いました。で、ここからセンターバックに移してます。この位置ですね。で、センターバックのチュアメニは僕はめちゃくちゃ好きでした。決してザ・センターバックっていうわけではないんですよ。ちょっとボディタイプ的にも、まあ伊藤洋輝と比べてみても少し細いんですね。
で伊藤洋輝もすごい分厚い選手ではないので、それこそバストーニであったり、まあ、ファンダイク、アカンジ、これらの選手と比べるとまあ少し細いタイプの選手になるんですね。ただ細い分やっぱり自分自身で動かしやすいっていうのもあるんですよ。でインターセプトもあるおかげで、この選手の場合そのポジショニングっていうところに関してはすごく良くてですね、まあ、こことかもギリギリですけどすごくいいディフェンスで、まあセンターバックながらとてつもなく器用なカードだなと思ったんですよ。で逆足5もあってロブタツもあるのでロングパスもできる選手なので、そこもすごい使いやすいなと思いましたし、ここら辺もね、まあ、バペ相手ですけどいいディフェンス見せてくれてますよね。でここも縦に中盤ボールが入って、まあこういう風に身長ですね、187センチだったと思うんですけど、やっぱり高身長でもあるので身長的な小ささっていうのもない分、本当にセンターバックとしては僕は安定しているなと思いましたし、まあ使いやすいなっていうのがありましたね。少しプレッシャーかけられてもセンターバックの選手にしてはドリブルがいいので、でここを最後シャドウを使っていきました。まあどっちかというとアンカーをつけるよりもシャドウで試してみてもいいのかなと思ってシャドウをつけました。でシャドウが上げることによって加速タイプが多少変わりますね。でシャドウにした時の感想としては、僕はねこの選手シャドウの方が合ってるんじゃないかなと思いまして、ドリブルがかなり良くなりました。シャドウとアンカーでは全然加速の仕方が違って、何でしょう、より軽くなったなって結構思ったので、ちょっとまあ両方試してみて、僕的には、まあ、中盤で使うにしろセンターバックにしてもシャドウの方がこの選手の場合合ってるんじゃないかなと思います。まあそれかアンカー、アンカーでエンジンですねで考えてみてもいいのかもしれないですね。でここら辺のね、まあ、インターセプトとかすごくいいですね。なのでまあ僕はセンターバックですね、使うとしたら、まあ中盤に関してはすごく好みが分かれると思うんで、好きな人は好きだと思いますし、僕みたいにあこの選手中盤じゃ絶対使いたくないなって思う方もたくさんいらっしゃると思います。まあどっちがねメタかって言われると別にどっちが正解とかはないのかなって感じですかね。今のいいディフェンスですね。ここも久保建英惜しいですね。メッシから、まあ、相手のショートカウンターになった時にここで また中盤で使ってるんですけど、やっぱりフェリックスぐらいじゃ吹っ飛ばせるので、今のディフェンスを見てもすごく安心感ありますよね。ここちょっと、まあ、自分で今取られてこういうシーンですね。あそこがドリブルいい選手ならそんなに取られることないんですけど、まあ、彼の場合しっかり潰せるっていうのはいいことですね。では最後、ちょめにまとめていきます。現在の価格が170万コインになります。すごくいいカードではありますし、センターバックとしてトップクラスの能力は持ってるんですけど、この172万は僕はちょっと高いなとは思います。このカードがおそらく適正としては110から120万ぐらい。このぐらいの値段感で来てくれればよかったなと。思います。ちょっとね170は若干高いのかなと思いました。でセンターミッドとして使っていて、やっぱり多少重さはあるので、その分この選手の場合何でしょう、ちょっと使いづらいなって思うよりはドリブルがしづらいので、まあそこをどう取るかだとは思うんですよ。で、まあ、今回アンカーとシャドウを使っていきましたが、僕はケミストリー的にはシャドウ派です。シャドウの方がドリブルの、何でしょう、微妙さっていうか、まあ、この選手の大柄であったり、小回りが効くようになったので、シャドウをつけました。で、もちろん、長くしてアンカーを使うっていうのはありだと思うんですけど、むしろ中盤で使う場合は、この選手よりドリブルを上げて、エンジンを上げるだったり、まあ、はたまたガーディアンを上げる、ここら辺のケミストリースタイルを試してみてもいいのかもしれないです。ただ僕は中盤起用は好きではないですね。ちょっと重すぎるので、それこそキミッヒみたいな選手の方がアンカーとして、まあ守備的にも十分ですしやれてるのかなと思いました。まあただスペック的にはアンカーは間違いなくできる選手です。
で、今回センターバックとして使っていて本当に強いです。センターバックとして使っていて強いんですが、例えば昨日来た選手の中でエデル・ミリタオが昨日バースでチーム2で登場してるんですね。で、この回で134万で、もちろん市場価格とこの SBC 価格っていうのは本当に別物だと思うんですけど、今日初日で134万ってことを考えると彼自身多分今週100切るぐらいのどこかで可能性はあると思うんですよ。でそうなった時にやっぱじゃあこのカードとセンターバックどっちかって強いかっていうと、やっぱこのカードの方が僕はトップメーターに近いと思うんですよ。予測プラスを持っていたりってなると、まあちょっと170万って若干高いよねと思ったり、まああとアカンジのカードですね、アカンジのカードであったりバッソーニのカード、彼らと比べて強いですかって言われると、いやセンターバックとしては別でアカンジで十分なんじゃないっていう、やっぱりこのかなり長いをシャドウで持っている選手になるの で、しかもここからアップグレードもう一個できたカードなんで、そう考えるとあのトップティアにいるセンターバックの一人では間違いなくあるとは思うんですけど、コスパ的にはすごく悪いなって僕は思いました。いいカードなんですけどね。でまあ逆足後もありますし、まあアカンジであったりバストにないドリブルであったり、まあパス能力っていうのもあるので強いんですけど、ちょっと高いかなっていうのが僕の意見です。まあ悪くはない SBC ですという感じで終えていきます。もし質問コメントなどあればいつでもお待ちしています。このカードとか身長いくつなんだろう、169か、169は厳しいだろうな。うん、もし何か見たい選手いればあのコメントにてお待ちしてます。でどっかでちょっと SBC おすすめ、 今なら誰作るかおすすめの動画も出そうかなと思ってますので、ぜひ見てください。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。